高玉社中学校、高等学校は、東京都品川区西五丹田五丁目にある、私立男子中学校、高等学校。高等学校においては生徒を募集しない、完全中高一貫校である。通称は、多摩社。江戸時代末期の1863年年、近藤誠は開国して間もない日本が独立。発展するには、外国の学問を謙虚に学ばなければならないと、 通関し、江戸藩邸に、蘭学塾を開設。近藤は、教育にかける思いを若に質疑のように読んだ。戸津国のみ山の石をととなして、山と島根の玉身が,がかな八1869年、工玉塾に改称し、築地海軍総連所内に移転。1871年、芝新ニ座の慶王義塾跡へ移転。1872年、文部省より学生が反布され、 攻撃者として改めて開学。明治初期には、慶応義塾、同入者と合わせて、三大義塾として並び称された。1923年の関東大震災で、芝シ新シゼニ座の校舎が倒壊、消失したため、1925年9月、西五丹田の現在地に移転。白亜の鉄筋コンクリートの校舎は頑強で現在も使われている。 戦前は海軍兵学校への予備校的存在として位置づけられ、広瀬武雄や鈴木幹太郎をはじめ海軍の偉人を多く輩出した。海上と深い関係を築いていた時期もあったが、現在は交流が途絶えている。1947年、学生改革により、新生工業者中学校発足。翌年、新生工業者高等学校発足。 一世紀以上の歴史を有する伝統校であり、その名は工事園にも記載されている。戦後は長く学力低迷に苦しんだ時期もあるが、中高一貫教育導入をはじめとした教育改革等によって大きく改善。近年は都内有数の進学校となっている。近藤誠工業社では、中高6年間を2年ずつの3つのステージに分けて、 生徒一人一人の学力向上を図っている。ステージ1では、攻撃者男子としての土台を構築し、ステージ2では、生徒一人一人の子を伸ばし、ステージ3では、人間形成の総仕上げを目指していく。このカリキュラムは、攻撃者の進学実績にも現れている。2020年は、東京大学に11人、東京工業大学に七人、早稲田大学に十7人、 慶応義塾大学に72名、東京理科大学に69名、と全国の国公立大学、私立大学に多くの合格者を出している。運動部文化部校外オリエンテーション、耐久歩行大会林間学校水辺の学校自由、研究発表会海外研修輝き玉祭体育、大会修学旅行校外学習スキー、学校英語暗唱大会工業者中学の入試には、 複数のタイプがあり、4科目型の入手は、第1回100人、第2回80人、特別選抜の入手は20人、国際学級は2科目型は20人、1科目型は20人の募集人員で実施される。高玉社中学校、高等学校の人物一覧を参照。ありがとうございます。